おはようございます。カンパパです。まあ今日はというか今日も那須に来てます。今ね8時25分ということで予定より2時間ぐらい遅いんですが、11月のちょうどね半ばぐらいです。紅葉も終わっちゃったんで、まあ見るべきものはないというわけではなくてですね、那須山はこっからがまた面白いとこなんで、今日もちょっと安全にですね山登りをしていきたいと思います。今日はですね、見ていただいた通り、まあ那須にしては珍しくね、風がないですね。微風かな。巻いてずっと来たんですけど、やっとあの朝日岳が目の前に現れてきました。いや迫力あるね。相変わらずこっちがね恵比寿大黒岩。まあ、何が恵比寿で何が大黒だかよくわかんないですけど、まあ、昔からそう言われてます。ルートはこの切り立った峰ですね。あれをぐっと登ってちょっと西の方からぐっと巻いていく形で登っていきます。あの鎖場をですね、ぐーっと登っていきます。
峰に出た。この峰はね、こっちがラスの湯本方面ですね。尾根です。いわゆる分水嶺って、まさしく分水嶺にふさわしいですね。痩せ尾根、ここは強風の時は本当に注意が必要なとこです。ただここからが朝日名物というか、岩場の朝日のね、肩と呼ばれている部分ですね。さっき登ってきたのは朝日の胸ぐらいだったんですけど、はい、朝日の肩到着です。この道ぐーっと行ってですね、分岐があるんですけど、こっちが三本槍方面ですね。では三本槍に向かっていきましょう。ちょっとですね、一山を越えて、少し下りになります。こちらがですね、よいしょ、熊見曽根の方ですね。こちらが三本槍方面、いやそこら辺で分岐になります。中野大江の王子じゃなくてですね、中野大蔵をね、非常にやっぱ紅葉見事なところです。おい、来た、えい、はっ、熊見曽根、こっからは眺め最高ですね。チャンス朝日最高。ちくと陰居蔵、陰居蔵の先が三刀屋とずっと行きます。僕は清水平、こっちですね、ずっと行くんですけど、この山ではないんですね、三本槍っていうのは。こちら山です。槍じゃないですけど、なんかですね、あそこが那須連山の中で一番高い山です。であそこの山はですね、立派な山ですよ。だけど名前ついてないんですよね。まあ堂々たる山なんですが、なぜか名前がないということですね。10時22分、それでは熊見曽根から、三本槍方面に、向かっていきたいと思います。
下にですね、清水平、ちょっと見えるかな、水溜まって湿原みたいになってますけど、あそこは高層湿原ですね、見えてます。あれが三本槍です。見えてきた。よいしょ、久しぶりだな、こっち来るのは。ほんと久しぶり、前来たのが覚えてないぐらい。うわ、清水平湿原です。ああ、まだ木道かかってますね、あそこにね。さあ、ちょっと下りなんで、気をつけて降りてきます。だんだん降りてきました。ここは清水平ですね。あっちが三本槍。今はですね、お花畑も何もなく、静まり返った湿原となってしまいましたが、これ紅葉の時期、もしくは春のですね、花が咲く時期になると本当に綺麗なとこです。またそういう時に、来たいですね。よいしょ、はい、一応まあ標識板で、清水平ですね。あと三本槍方面、こっちです。笹のね、深い、道をかき分けてきたんですけど、ちょっと展望が開けましてね、まだ一応清水平の端っこの方にいるわけなんですが、あとそうだな、4、50分で、目的地着くんだと思うんですけど、ちなみに正面のあの山は違うんですよね。あれはね、1880m のピーク、名前ついてないんですけど、行くのはこっちです。三本槍です。よいしょ、オーブン機だ。あ、来ましたね。ここが、北温泉分岐です。こっち行くと、北温泉、スキー場の方に回ってですね、湯本の方に歩く行きは戻れます。昨日、一昨日と、まあ宇都宮もそうだったんですけど、天気悪くて、ちょっとチキシュ、こっちも相当雨が降ったと見えて、今日は終始ぐちょぐちょの道を歩くはめるとなっております。いや、やっとね、三本槍が目の前に、現れてきました。だいぶ時間かかったな、ここまで。まだ登ってないんだけどね、登り口まで来たっていう感じですね。地図上だと、まあ、山頂はあそこなんで、すぐ目の前です。目の前がね、ちょっとこんな感じで、平らな、登山道になってます。まあ、ここから最後の登りに向かっていきます。
11時40分ぐらいですね、山頂に着いてですね、山頂はですね、結構広かったんでゆっくりすることができました。大体40分ぐらいいたかな。山菜おこわ、あれはあの鬼市のあのドライフードシリーズ、フリーズドライシリーズでも、まあ、俺的に一番好きだけどね、あれは食える。さあ、それではですね、北道をです。ちょっと北道をですね、帰りたいと思います。お、すごいね、雲海だね。だいぶ向こうの山の向こうまで帰んなきゃならないんですけど、ちょっと気をつけて帰りたいと思います。それでは下りなんで、ビデオはここでストップ。いや、長かった。無事帰ってこれた。ありがとうございました。無事に帰ることができました。お疲れ様でした。